皆さんこんばんは、スルベイです。違法都市連の塔の赤色と青色をクリアしてまいりました。その流れに沿って、遊んでいくわけなので、次は緑色になります。作成したデッキはご覧の通りなんですけれども、動画を撮る前に少しね、何度か挑戦したんですけれど、一つ問題がありましてですね、5番目の大神官さんのことなんですけれども、ミーシャさんに限った話かどうか分かりません。この子、今マジカルネコガールズさんを先頭に置いてね、1番から5番のキャラクターでね、デッキを組んでるんですけれども、そのね、3ターン目に全体攻撃を仕掛けてくるタイミングでね、大神官さんが落とされるということがねあったんです。で、何度かやってみてね、なんか毎回落とされるからなんか変だなと思いながら見てたらね、ミーシャさんの体力が足りなかった、受けるダメージに対してミーシャさんの体力がそれ以下だったのでね、仮に全回復していたとしても落とされてしまうということが発覚しました。ちなみに私が育成している大神官さんはね、どのキャラクターもそうなんですけど、全部体力には回してるんです。選べる特区のところね、野菜特区のやつ、これ3つあるんですけど、これ全部体力に回してる。その上でね、生き残れなかったという問題がね生じてしまってね、ちょっと対策の一つとして今考えているのが、この今4番目に入れてる漁師シリーズ、この子の特盛りサポートスキルで、特盛りサポートスキルって言ってね、戦闘にね、リーダースキルと別でね、デッキの中に加えてあったら、こういうスキルが発動しますよと、自動的に発動しますよというスキルなんですが、体力面を 1.4 倍にしてくれる効果があるので、一応加えてみました。ちょっとこれでね、生き残れはすると思いますけれどね、今度は逆に1番のキャラクターとか4番のキャラクターが生き残ってしまうんじゃないかという別の問題も生じてしまいかねないのでね、ちょっと様子を見ながら進めていきたいと思います。何か問題が発生したら、それに合わせてね、デッキも組み直せたりね、試行錯誤しながらでもさ、その理想に近い形っていうのは維持しないといけないですからね。体力面はこんなところか。どっちにしてもハートボックス消さないといけないことには変わりないしな。消せなかった。でも今度ミーシャさんのライフ1万1000あるから、生き延びることはできますね。最大ライフ1万以内で収まってるね。だったら生き延びるよね。よかった、うまくいきました。これもちょっと怖いんですよね。どうにか最初の関門はしのぎましたね。量子シリーズの 1.4 倍っていうので、どうにか生き延びましたから、それに近い倍率だったら多分大丈夫じゃないかなと思いますね。私も今後の参考資料として、こういう情報で、実際に自分がこう遊んだ、過去の履歴っていうのは、次の、次、違法と試練の塔がリセットされた時のためにね、生かしておきたいというのがある。せっかくのデータも使わなかったら、本当にもう肌の紙切れですからね。危ない。回復できなくなった。来てくるので緑消える。終わった。そのダメージをしのがないといけないんだよな。そう。ちょっと今のはね、スキル溜まってなかったのか。でも一応生き延びられるっていうことは分かりましたな。
この時点で1万ちょっとなのでね、ハートボックス1つ2つ消すことができるんであれば、もうそれで条件達成みたいなもん。あ、今度は結構消えてきてた。そう、最初の時に3日に緑を消せるかどうかにもかかってきますから。まあ、1万1000のダメージ受けても生き延びられるということも条件になりますな。あと3つか。じゃこれで。それでまあ一応生き延びて、しかもスキルも放てる状態まで持っていった。よし、果てた。これでまず回復です。あ、違った。あ、でもそうするかな。10個増やすってこと。あ、15に戻ってる。あ、よかった、消えてくれたの。で、そろそろね、来るんですよ。まあ、何かと条件の多いクエストですからね。あ、ダメだった。この脱力が嫌なんですよ。これを直したいんですけどね。まあ、これでアウトです。まあ、結構積み出すとね、このクエストってね、何周もしないといけなくなるのでね、流れがだんだん悪くなっていくんですよ。まあ、もう動画の裏ではだいたいこんな感じですよ。試行錯誤が常に突き放るような感じです。あ、よかった、副属性だ。副属性でも死なないことは分かります。まあ、この子は使ってた方がいい。使っとかないとやられる。ここにあった。これで脱力は回避。よかった。でも安心するのもまだ一時だけですからね。その後もさまざまな仕掛け飛んできた。それの対策打たないと。まあ、まだ溜まってないの。ここかかるな、今回。まあ仮に一発落とされても大神官さんが落とされてなかったら一回だけ復活はできます。どうかな。ほら結構消えてくれたよ。ちょっとターゲットまだ変えてなかった。ガツガツ。そのための大進化。で、安藤リンゴさん使う場合は一番最後。
でまだもう一段階たまためられるのか。2人のスキルを使おう。まあうまいこと11個消しました。で、ね、この子のスキルは3ターンも続いたね。で、この子のスキルも3ターン。なので、まあ先駆けしたとしても、ここのターンは効果が残ります。まあ何かとこのゲームもターンっていうのは重要ですからね。まあ、電撃エクプロダンは遊んだことある人だったらわかるでしょうけど、まあ結構長いターンのものほどね、その時間差で使った時にね、まあ強かったりするんです。でターンが1ターンとかのものはもうその1回きりだから直前で使わないといけない。でも2ターンも3ターンもあれば、まあその1つ前のターンとかさらにもう1つ前のターンから用意ができるから結構余裕ができるんですよね。そういうのもちょっとね、使い分けていかないといけない。でこれでまあ4つぐらい消えるかな。4分2ぐらいかな。5分2ぐらいって感じ。しかも、まあ、まだ一応、この効果が残ってきたからね、ダメージは出しておく。よし、すまん。この子。まあ、こっちでやっぱりダメージは取るしかないか。その子3ターンあるから使っとこう。まあ他の子も使ってていいよ。まあ先頭の子はね、体力はね、6億ぐらいあります。だからまあ減り方がちょっとね、他の子よりも遅かったりする。実際データベースのね、サイトさんも見てきましたからね、私も。実際6億ぐらいあるらしい。だから簡単には倒せない。それこそスキルとかなんとかね、強力なのを選んでね、加えるでもしない限りは、なかなかダメージに直結しなかったでしょ。まあ、今回はワイルドスキルの子を入れてます。スノヒメさん入れてます。どうかな。結構ダメージ。新一さんはまああとこちらの受けるダメージも減らしてくれますからね。まあ今回採用したのもそれのことがあったためです。まあダメージ的には 3.5 とちょっと控えめなところはありますが、まあそれとは別のところでちゃんと、ね、活躍してくれますからね。どこか、まあ、それで緑消える。直球線になるようにできたら、まあ、消えるね。まあ、この子のスキルも使っていって、まあ、少なくとも脱力使う子は落としてしまいましたからね。もう2人目のキャラ落としてるんで、それは心配ない。
次は侮れなかった。それでね、メック品が降ってきて、その後何連鎖するかっていうのがまた重要になります。これです。この後にいくつか消えたかによってもまた変わってきますから、ね。よし、戦闘の子を沈めた。で、ここで見るのは、吸収か。まあ、吸収どっちも今ないですね。減ってない方に出そうか。減ってない方にダメージを与えましょうかね。その後赤降ってくる。あ、よかった。それだった。すみません。ちょっと勘違いしてた。危ない危ない。で、回復立ててたのがこっちですね、今。なので、ターゲットはこのままで。まあ、先駆けしていきましょうか。ちょっとダメージも与えときたいですから。これ毎回見たらいいかもしれない、ね、案外2ターンって忘れやすいんです。あ、徘徊した。まあ仕方ない。それはもう仕方ない。当たるから。当たる内容だったらもう回復させてしまうもんな。次振っていくのもね。1,2,3,4 か 5分離か。まあできる内容だからそれは狙いますよ。ちなみに残り1体になったら相手は吸収スキル使いません。もうその時はね、ちょっと攻撃のパターンが変わって発狂モードっていうスキル使ってきて、その後はもう一切吸収使わずにこちらを攻撃してきます。まあ、なので、まあ、1体になればもうとりあえず安心です。なのでまあ確かに残り2体が吸収スキル持ちだからっていう風にまあ考える人も出てくるでしょうから、あえてね、あえてまあ入れておくと。で、これが発狂です。で、前のターンにこの子とこの子のスキル使ったので、この子とこの子。体力回復してるからまあ問題ないです。ちょっと残った。まあ、回復しましょう。確かに脱力使わないけどダメージは大きくなるからね。
ハートボックス1つ消したらいい。これは揃うね。こう消したらまあ揃うね。もう一つずつ降ってくるの。あ、でも揃わないね。赤は揃わない。入って斜めどこ、ね、こうしたら分離になる。まあここで分離しても意味ないですけども、エンハンスも何もかかってない。威力には全く適してない。まあしっかり回復してればあの手のコンビ撃は大丈夫。まあ、発揮は確かに大きいですけど。ゆっくりくつろいでいってね。よし、クリアですね。これで緑色も攻略済みと。しかも新記録出してまあちょっと他の色よりもね、単かかっちゃった。まあそれはいいとする。まあそれはいいんです、うん。まあその中でも収穫もありましたからね。ミーシャさんの体力がちょっとね、全部野菜特訓で体力に回していたとしても、ここのステージで生き延びるのが厳しかったというのが分かった。漁師シリーズセットにして、ね、ちょっと調整する必要があるっていう、まあデータみたいなものがね、取れました。データが取れたって言ったら、なんかまさに、なんか、調べ物してるみたいになっちゃいますけど、そこまで深くは調べてないですよ。ただ必要だと思うんだったら一応考えます。あ、そうか。取ってなかった。星が出ないはず。星出てなかった。で、今ので、ね、あの、体力タイプ専用のね、何シリーズだったっけ、大自然、あ、そうそう、大自然シリーズね。このシリーズも星7になります。まあこのね、星7になるときはワイルドさん、まあ、こういうチェックが入ってワイルドさんが間に合ってるってことですから。でもワイルドさん30のキャラクターにこういうのを使ったりするのはさすがにもったいないですからね。このなんかね、表示がね、必ずしも正しいとも言えないんですね、ワイルドさん30の子たちに使うにしてもさ、同じ数使うにしても同じ表示がされるんです。なのであまり過信することもちょっと危ないんですよねちゃんと適した時に使わないともったいないですからね。まあ仮にもワイルドさん50ですから、まあ、いくらかまあ需要が出てきた今の時代とは言ってもね、うん、まあもったいないアイテムですからね。無駄に使うともったいないアイテムであることには限りないからね。よし、まあ、これで体力タイプの時にはこの子も起用できるな。ね、変身させたのが、あ、この子か、この子。内容が体力上げてくるんでしょ。体力タイプでしかも体力4倍のカードですからね。まあ、意外とでもね、そうなんですけど、フェスカードで体力4倍のカードは結構限られるんですよね。まあ、こういう体力タイプベースのカードだったら結構あるんですけれどね。まあ、それ以外だったら、まあ、魅惑のリリンさんとか、しずなぎさんとか、結構限られます。
うん、怯え宿り気に2回混乱。あ、この効果がね、この効果だな。あの大精霊さんと組ませるんであればこの効果が欲しいですね、バランスタイプに。まあ、この子体力タイプだからちょっとそれ活かせないですけど、うん、もったいないなこれ。うん、いや、こんだけたくさんのね状態異常かけられるんだったらね、もったいないもん。怯え宿り気混乱ね、それでそれ以外のこうバランスタイプにして入れてたら、あ、ダメか。でもそれだとバランスデッキが仕上がらない、ね、体力タイプだから上がらない、倍率かからない、この子だけ倍率かからない。まあその辺はちょっと考えなきゃいかんね。まああえてリーダーをなんかこうね、まあ色別タイプ問わない子にしたとしてね、バランスタイプで、バランスタイプの子でね、バランス縛りじゃなくて色もタイプも問わない倍率かける子を入れるとして、この子を一枠当てはめればまあ一応倍率はかかる。でその上でこの子のスキル使って怯え宿り混乱にした上で大精霊さんとかね、あと電撃みたいなのバランスタイプ専用の子に当てはめたり、まあ、全部バランスにする、あれも全部バランスにすればいいってもんでもないですからね。リーダースキルでなんかこうまんべんなくかかる子を入れた上でね、なんかこう、ね、バランスでそれ以外のこうね固めといて、そこでそういうスキル発動でも別にダメージ上がりそうですから、まあ、その辺はちょっとじっくり検討するとこでありましょうか。でもその 大精霊さんと組ませるんであれば、そういったカードが今後出てこないことにはね、もったいないんですよ、この子ですけどね。状態以上にかけた数かける15% ですからね。さっきの内容だったら 45% 上がることになります。正直もったいないですね。こちらが体力タイプか、もしくはバランス、向こうがバランスタイプかによってね、使い分けができたはずなんですよ。まあ今後そういうカードがね、条件のあったカードが出てくるのを待つほかないですね。まあちょっと長話が過ぎました。まあ、こんなところで動画を切らせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。スルベイでした。